圧倒的に社会に対しての瞬発力というか反射神経を持っているのはアートの人たちですね。何らかしら世の中に対しての投げ込みができる人ってやっぱりアートシンキングの人だなと思っていて、ビジネスパーソンとあとはその、まあ、パリのアーティストが一緒に3日間過ごして自分の持ってることをパワポじゃなくて作品として出すみたいなことをやるんですね。おめっちゃ面白いじゃないですか。めっちゃ面白いじゃないですか。自分たちはこう思うんだと、だからそれをバーンとその内面にあるものを出すのがアートだから、だからよりこう主体性があってアクションが伴うのがやっぱもうアートなんですよね。皆さんこんにちは、この番組では全3回にわたり有楽町エリアの街並みや建造物、コンテンツ等の歴史的役割を紐解きながら、この有楽町地区を中心にした未来のビジネスにつながるヒントを探っていきます。まずは今回のゲストをご紹介いたします。お一人目はですね、旧ライゾマティクスアーキテクチャですね、今はパノラマティクスの主催の斉藤誠一さんです。斉藤さんよろしくお願いします。斉藤です、よろしくお願いします。斉藤さんは、まあもうね、こういった分野においては本当に第一人者でいらっしゃいますので、はい、今日はぜひいろんな角度からのお話楽しみにしています。ちなみに斉藤さんあれなんですね、ライゾマティクス、斉藤さんというとやっぱりライゾマティクスっていうイメージがあったんですけど、会社の名前を組織の名前をパノラマティクスに変えられたんですね。そうなんです。これはちなみにどういう意図があって、ですね、まあ、ライゾマティクスって、まあ、アーティストとかもしくは、まあ、大きなデジタルクリエーションのところで、はい、皆さんご存知だと思うんですけど、実は結構こう企業の R&D とか街づくりとか、まあ僕がやってる都市開発とかもしくは行政と一緒に何か仕組みを作っていくみたいなことをやってたんですけど、そもそもライズマ何やってるか分かんなくなってきちゃって一回整理をつけようっていうのもあって、まあ会社名はアブストラクトエンジンっていうのにして、はい、で僕がパノラマティクス、もう今ほぼ一人でやってるんですけど。あ、そうなんですね。そうなんです、もう超俗人的に、まあ、まず会社名アブストラクトエンジンっていうのはすごいですよね、はい、抽象的なエンジンっていう、そうなんです、具体的に何やってるか分かんないっていう、そうです、その中でパノラマティクスってことはパノラマだから、まさにこう広く見るみたいな、そういうイメージ。そうです、まあこう、まあ、都市空間とかその制度とかいろんなこと、社会を少し俯瞰して見れるような、どっちかというとアクションをどんどんこうインストールするような、面白い、はい、活動をしてます。じゃあちょっと今日はそういうご視点からもぜひ有楽町とかビジネスとかアートについてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、そして2人目ですねの素敵なゲストは、ハートキャッチ代表の西村真理子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、西村さんも本当に多方面で活躍されてまして、もともとはあれですよね、 IT エンジニアとしてキャリアをスタートされて、でも現在はまあビジネス、クリエイティブ、テクノロジーといったこういったさまざまな分野を越境してつないでいる、まあ、もう本当に、まあ、西村さんもまさに何やってるかよく分からない人の代表だと思うんですけど、アブストラクトでございます。アブストラクトプロデューサーですね。アブストラクトプロデューサー西村真理子として活躍されているということで、まあ、どうぞ今日はよろしくお願いいたします。まずですね、お二方は丸の内とか有楽町っていうと、まあ、そもそもどういうイメージをお持ちですか。これ多分多くの人が皆さん持っていると思うんですけど、はい、やっぱり大きな企業さんここを拠点に置いて、丸の内とかね、丸の内とか、はい、まあ、そうですね。でだからまあ大企業の街で、うん、まあ、昔からなんか丸の内 OL みたいなことも言ってたぐらい、ね、あ、丸の内 OL ってありましたね。ちょっと時代的に古いのかもしれないですけど、はい、そういうイメージだと、まあ、いわゆるビジネスの街で、昼間の街で、平日の街っていうイメージは僕の中には非常に昔からあります。うん、一方の有楽町はいかがですか。その隣、今我々実は有楽町のスタジオから撮ってるんですけど、丸の内の隣じゃないですか、有楽町、はい、ここはどういうイメージを。有楽町も、まあ、銀座と近いとか、そのいろんなこうなんていうんですかね、いい意味の中間領域というかに、うんうん、なっていると思うので、そういう意味ではなんかこう、まあ、端境だからこそのこういろんなことが混じってるって感覚はあったんですけど、うん、なるほど、丸の内と銀座の間だからちょうどいろいろ混ざってる。はい、でただまあどっちかというと僕ビジネス的な匂いの方が強かったのは、まあ、今ちょっとこの街づくりに携わってしまってるんで今の考え方はちょっと違うんですけど、僕がほとんど関わってなかったら多分そういうイメージを持つと思います、ね、なるほど。西村さんはどうですか、丸の内有楽町どういうイメージですか。そうですね、まあ、もちろんビジネス街、西村さんって来ます、うん、こういうとこ。
来ます来ます来ます。で、私はですね、まあ、おっしゃる通りだなと思いながらも、ただ、まあ、丸ビルとかができたタイミングから、はい、中通りあるじゃないですか、はいはい、あそこになんかそのこうアートオブジェがあったりとか、うん、なんか不思議な牛くんがいたりとか、まあ、ラグビーの時になんかラグビーの選手と一緒に座れるようなベンチあったりとか、はいはい、なんかビジネス街なのにちょっとこう、まあ、近道して次のミーティングに行こうとした時に中通り通るとなんか新しい発見があったりとかするのを考えると、うん、まあ、その有楽町丸の内エリアというよりももしかしたら中通りを中心に考えているかもしれないんですけど、うん、ちょっと新しい発見、しかもそれがアート的なもので足を止めるものがあるエリアなので、その大きな丸の内有楽町の中でもちょっと中通りっていうのがすごくいいですよね。なんかその中通り大好きなんですよ。いいですよね。そうなのでそこは結構ワクワクしながら歩くので、ね、20代半ばの頃から、うん、僕当時、まあ、三菱総研って会社で働いてて、うん、大手町にあったんですよね。で、まあ、正直仕事サボってね、昼間それでやっぱ中通りを歩くのが好きで、頃からかね、だんだん高校が面白くなってきて、なんかワクワクしますよね。そうなんですよ。だから自分の行動パターンで言うと、まあ、ここら辺で仕事するときにはやっぱちょっと早めに来てなんかちょっとお茶飲んでいくみたいな、なんか京都のお茶飲めるところとかあるじゃないですか、はいはい、なんかちょっと時間を多めにとって中通りでっていうのは多分入山先生のこう昼休みと同じような感覚かもしれないですけど、わかる、ありますよね。なんかそこのエリアの持つ、つまり、うん、今回も丸の内とか有楽町って切り口なんですけど、なるほどなと今思ったのがストリートっていう、うん、アメリカとか海外行くと実はそのストリートの価値ってめちゃめちゃあるじゃないですか。ありますね、うん、意外と日本ってもちろん表参道とか骨董通りとか一部ありますけど、通りっていうものでこの通りを通ってるとすごいワクワクするってあんまりこう、うん、意図的な仕掛けとかなんか代表的なそんなにあるとは限らないなと思って、うんうん、そういう意味では中通りって結構面白い視点ですよね。斉藤さんとかいかがですか。そうですね、まあ、都市デザイン的にはそのビスタとかそのやっぱ 目抜きになっているところっていうのが一番その街のにぎわいを作るのに必要だって言われていて、で中通りとかっていうのは、まあ、エリアマネージメントってそのこのエリアを作っていく、そのハードウェアの建物ではなくてソフトウェアの人をどうマネージメントするとかサービスをマネージメントするっていう意味ではここめちゃくちゃ歴史が深いんですね。うん、多分日本で一番最初にできたエリアマネージメントみたいな形なので、という意味で多分中通りってところが皆さんが来てワクワクするような、例えば知らないうちに家具が置かれているとか、知らないうちにそのカフェとかその飲食が少し道にこうせり出して染み出しているようなこととか、たまになんか歩行者天国になってたりとか、そうなんか芝生で歩けたりとか、ね、芝生で歩けたりとか、はいはい、っていうことが僕はされているのは本当は街に絶対的に必要なんですけど、うん、今って先ほどおっしゃったみたいに、じゃあ他の街にそういう場所があるかって言ったら、そういうまあなんか中間領域というかいろんなことが七変幻できる場所って、うん、実は東京あんまりないような気がするんですよね。なるほど、うん、確かに、うん、そういう意味では結構稀有な場所ですよね。すごい稀有な場所だと思います。しかもビジネス街の丸の内とこういったこのね、これからもっとアートとかでもともと文化のある街っていうのを第一回でやったんですけど、の有楽町をつないでる道っていう意味でも、うん、ね、おっしゃる通りですね。いや面白いですね。西村さんいかがですか。その有楽町って印象で言うと、まあ、アートではないんですけど、ただその帝国劇場があったりとか、なんかそのまあ元々のそのエンターテインメントの、はい、まあ、本当に伝統的なものがあるので、そうですね、なんかそれはまあ当たり前になりすぎてしまってるけど、今改めてそこを見てみると、まあ、アートというかエンタメのまあ拠点の一つがあるということを考えると、うん、まあ、もちろんなんかすごくもう何でしょうね、今回のテーマでいうアートに近しいものっていうものを有楽町はもともとの町として持ってるけど、私たちが認識を当たり前にしすぎてしまって認識しなくなってるってところも、うん、もしかしてあるのかなと思いながら話伺ってました。面白いですね。というわけで、この今我々がいるその有楽町ね、中通りからつながっているこの有楽町という町がビジネスアートとどのように結びついているかについて、まずはご覧いただきましょう。まあ、ここのエリアってまあ都内随一のオフィス街でもあるけれども、今おっしゃられたように一方でまあアート空間も結構点在してて、でまさにこれから斉藤さんがもっとアート的な仕掛けを入れていこうというふうになってるわけですけど、これまずね、そもそも最近アート思考とかね、なんか僕も実は最近やたら聞くようになったんですよ、アートアートアートって。お二人はまずこの
なんで今このアートっていうものが改めて注目されてきてるのかっていうふうに思われますか、うん、じゃあ西原さんから今度は。そうですね、はい、まあ、そのアート思考っていう意味で言いますと、私はまあフランスで行われているアートシンキングインプローバブルっていう、まあインプローバブルってありえないを起こしてみます。アートシンキングインプローバブル、アート思考だけど普通ならできないような。そうそのアート思考の中でもアートシンキングインプローバブルっていうワークショップの、まあ、実は日本で展開していいよって言われているメンバーの一人で、本当にいろんなことやってますね。いろいろやってるんですよ。でそれなぜやったかというと、なんかちょっとその、まあ、デザイン思考、まあ、もしかしたらこれはまあ何思考であってもそうかもしれないんですけども、なんかそのデザイン思考では突破できないような、なんかもうちょっと根本的に何かやるべきではないかと思ってる時に、うん、ちょうどその時にあのなんかスタンフォードの先生とお会いした時に、はい、まあ、どうしてもなんかデザイン思考ってものを日本でやっててもなかなかこう突破できないものがあるんだけどって相談をしたら、うんうん、おーマリコと、今実はそのこうスタンフォードでもその2018年から先にやり始めようとしているアート思考のワークショップがあって、それがパリのビジネススクールでやってるアートシンキングインプローバブルだから見に行けばいいじゃないかっていうふうに推薦を受けて、で行ったんですね、はい、であのワークショップ自体が非常に面白くて、うん、でビジネスパーソンとあとはその、まあ、パリのアーティストが一緒に3日間過ごして、なんかこう自分たちがもともと持ってる企業の課題であってもいいし個人が持ってる課題でもいいんですけども、それに対して3日間でアーティストがマンツーマンでついて自分の持ってることをパワポじゃなくて作品として出すみたいなことをやるんですね。おめちゃ面白いじゃないですか。めちゃ面白いじゃないですか。すごい面白いです。なのであこれだと思い、うん、まあ、日本で実はコロナ前まで結構やらせてもらうって形で、やっぱこうよくあの、まあ、アウトオブザボックスシンキングでしたっけ、はい、まあ、なんか固定概念を超えろみたいな時に頭の中でも分かってもなかなかできない時の一つのトリガーがやっぱりアーティストと一緒にやってみる、それに学ぶじゃなくてアーティストと一緒にワークすることによって、あの、まあ、頭で考えるよりも物で作り出して自分の表現したことをやるっていうものが、なんか今までのなんか拡大思考とか、 なんかこうヒエラルキーモデルみたいなところから抜け出る一つのヒントとしてあるんではないかということで、やっぱりアートとして物を作る、具体的に自分の手で動かして何か作ることが実は大事だっていう。そうです、そうです。パワポではないもので作る。パワポじゃないっていうね、う、うん、皆さん聞いてますかね、皆さん、ね、パワポ全力で作ってる皆さんね、パワポじゃねえと。パワポじゃねえと、もちろんパワポでも大切なことあるんですけど、はい、絶対パワポだけでは表せないものってあるんですよ。やっぱそのアブストラクトなものってテキストにもなれなくて、はい、こんな感じのこんな感じは柔らかかったりとか色であったりとかするものってどうしても表現できないものがあるじゃないですか。そういうものを本当にだから、まあそのアートシンキングのワークショップでは紙粘土でもいいし切り貼りでもいいからとにかく手を動かして作っていくってことで、実は私たちがもともと幼稚園の時とかに持ってる能力を導き出すだけのものなんですけど。なるほどね。そう、でもそれによって私たちが今抱えてる問題とか、うんうん、自分の持ってるパッションってものを出すっていうものを、どうですか、アブストラクト斉藤さん。今日はアブストラクト斉藤とはあのしては、で僕、まあ、去年のこう、まあ、産業界とか業界トレンドワード1位が POC じゃないかなと思ってるんですけど、みんな POC コンセプト、いわゆる、ね、実証実験、実証実験でみんな POC やって言ってて、なんか POC をビジネス化してしまうみたいなよくわかんない状態になって、で結局アクションが、うん、なかなか起きないってことは僕、うん、あの、まあ、全般的に起きてたと思うんですね、うん、まあ、日本企業ね今ねデザイン進行別に我々やってなんか試してね、あのアイデアは作って実証実験試すとこまでやるんですよね。そうなんです。だけどその後のアクションに行かないっていう。そうなんですよ。で、まあ、一昔前 の、 あの言い方だと PDCA みたいに、はいはい、一回 do したらやっぱりもう一回それをアナライズしてもう一回回さなきゃいけないんだけど、うん、それができないっていうのは、うんうんうん、僕はすごい問題だなと思ってたんですけど、そのアートシンキングみたいなところが取り出されたのはやっぱりアクションを伴うこと、うん、なるほどね、っていうのが僕は大きいかなと思っているのと、あとはまあうちもあの、まあ、アートとそのデザインとあのソーシャルデザインみたいなことを一緒にやってる会社なんですけど、うん、圧倒的に社会に対しての瞬発力というか反射神経を持っているのはアートの人たちなんですね、うん、だからなるほど、例えばコロナが起きた時とか震災が起きた時とか、まあ、今もウクライナでこういうことが起きた時に何らかしら世の中に対しての投げ込みができる人ってやっぱりアートシンキングの人だなと思っていて、うん、まあ、そのだからアートシンキングってみんながそのじゃあアーティストとしてのトレーニングを受けてないとできないかっていったらそういうことでもないし、何らかしら作品で表現しなきゃいけないかっていったらそうでもないと僕は思っていて、だから何らかしら社会に対してのアクションができることっていうのがやっぱり、まあ、その後にデザインがついてきてその後に産業がついてくるっていうような、まあ、フォローアップなんじゃないかなとは思っています。でなるほど、もう一個僕すごい、はい、そのアートとして重要であるのが
やっぱり最近、まあ、これもこの後に出てくるかもしれないですけど、そのアートって金にならないとか、はいはい、そのまあ、アーティストって金がないみたいな、うん、まあ、それはそれであんまり変わってはないんですけど、うん、日本の中でもやっぱりアートと経済みたいのが一緒に回るようになってきた、うんうん、でそれって何かというと、アーティストが結構、まあ、僕なんかそのソーシャルセクターみたいな言い方をしてますけど、うん、世の中を何らかしらベターにするために作品を作るみたいな、はいはい、それってまあ問題提起っていうこともそうだし、はいはい、何か問題解決のじゃあテックで何らかしらのこうあの新しい実験をして、うんうん、それが最終的に地図サービスになるとか、はい、それがスタートアップにわたってそれがビジネスになる、まあ、サービスになるとかってことがすごく僕は頻発してるから、こういうようなそのアートシンキングっていうのがすごく大きくなってきたのかなと思います。僕ですね、今の斉藤さんのにかかって言うと、デザインっていうのはまさに問題解決なんですよね。なんである意味他人事っていうわけじゃないんですけど、客観的に問題を発見して解決することであると、うん、まあ、感覚的に言うとですね。でもアートって問題提起だって言うんですよ、うんうん、あ、これはなるほどなと思って、うん、つまり自分たちはこう思うんだと、だからそれをバーンとその内面にあるものを出すのがアートだから、だからよりこう主体性があってアクションが伴うのがやっぱもうアートなんですよね、うん、だからそこがアートとデザインの違いなんだって言われて、なるほどって思ったことがあって、だ まさにだから今のお二方の話伺ってても、アートの方がよりこう自分のことでもあるから、だからアクションにつながるわけですよ、自分ごとになって、おっしゃる通りですね。そこが今注目されているというか大事だと我々が感じ出している理由かと、うん、そう考えると今、まあ、いわゆる日本経済自体はまだちょっと閉塞感があって、ちょっとイノベーションが足りないみたいな世界がことを言われているわけですけど、アートみたいなものをうまくビジネスが取り込んでいくと、さっきみたいに例えばアーティストとビジネスパーソンの3日間合宿やるとか、かなり面白い変化が起きる可能性があるっていう、うん、そういうふうにお考えですか、うん、大いにそれは起きると思いますよね、ね、うん、あの実は今回3つトークテーマがあって、1つ目のトークテーマがまさにこのアートと街で独自性を出すときに、有楽町というこの有楽町エリアがどういうことをやっていくのがポイントになりますかっていうことが1つ目 あの議論のポイントなんですけど、特にこの有楽町地域においてどういう独自性が考えられるというふうに思われますか、うん、よくね、僕アートっていうとなんかこう、なんていうんですか、鏡餅の上のみかんみたいなとりあえずあったら良さそうだけどなくても大丈夫みたいな、なるほど、そういう感じで僕は見られてて、はい、比較的僕そのアートに対して、まあ、いろいろこう都市開発とか街づくりの中で踏み台にしていく人たちが多いっていう印象だったんですね。でなんかこう文化施設を作るととか、でも実としてはでそういう施設を作ると例えば容積のボーナスがもらえてフロアがもう2フロア多く建てれますみたいな、そういうボーナスももらえるのでそういうことをやってきてたんですけど、僕は有楽町はそういう形ではなくてもうがっつりそういう場所をちゃんと作ろうと思っている、そこのミソっていうのが、要はその取ってつけたような感じではなくて、やっぱり今ここの中にエコシステムの中にアートシンキングなのか、もしくはアーティストみたいのをどん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 差し込んでいく、うんうんうん、だから今までってなんかビジネスマンが通ったらいいなとか、ビジネスマンがまあ昼間訪れてくれたらいいなだったんだけど、実はその、まあ、いろんなビジネスをされている方々が、まあ、今その SDG とか ESG とか、はいはい、その違う価値観を求められている中で本当に意見交換をしてお互いの本職にこう影響を与え、うん、こう総合的に与えるような関係を僕は有楽町でそのインストールできるといいなと思います。おー、だからもうさっき西村さんが言ってたビジネスマンとアーティストがガチで3日間議論するみたいなことが自然発生的に起きてしまう場所を作りたいと、ね、はい、まあ、ビジネスの人たちとやっぱアートの人たちってなんかまあちょっと昔だと水と油みたいな形だったんですけど、まあ、そういうイメージですよね、はい、でまあ、アーティストはなんか自由に考えていいなら、ビジネスの人たちはアーティストから見るとなんか固い世界に生きてかわいそうだなみたいなことを言ってたんだけど、はい、実は思っているその、まあ、ベターワールドを作るとか、あの後世なんかを残すとか教育をなんとかしたいみたいな同じなので、僕はアーティストががっつりビジネスの企画をしている、もしくは事業計画を作っているみたいな中に少し意見ができるような、はい、貢献ができたり、逆に特にアーティストの人たちはアーティストの人たちでいろいろ直さなきゃいけないところがあって、作ってる作品とかもしくはそれのマーケットの作り方とかを逆にビジネスパーソンの人たち、もしくはいろんなあの企画の人たちからいろんな指摘をもらえるような場所を作る、まあこれは
フィジカルな場所もそうかもしれないし、もしかしたらオンラインの場所もそうかもしれないし、仕組みで何かこうプラットフォーム的な、場所を作るっていうのも僕は同時にやっていかなきゃいけないのかなというのは思います。なるほど。まさにそれさっき、ね、西村さんがおっしゃってたアーティストとビジネスパーソンが交流するっていう、うん、そういう場所をこの有楽町起点に作っていくつもりであると、うん、作っていきたいですね。なるほど。西村さんどうですか今の話は。あ、今の話聞いてて、私ムサビでもちょっと非常勤講師やってる中で、はいはい、まあ、美大生にやっぱその、まあ、スタートアップ的な考え、スタートアップ的なというか、あの自分でちゃんとこう自分のビジネスを作るというようなところを教えるという講義をやってるんですけど、ムサビの学生にやってるんですか。やってるんですよ。やはり昨今そのスタートアップだどうのこうのって言われているときに、自分が作品作りたいけどこれとどうしたらそのスタートアップ的なものを結びつけられるんだろうってところの思考のジャンプの仕方ができなかったりとか、まだレファレンスがなかったりとすると、結局そこがうまく結びつけられてないところが多いなっていうのを感じていて、うん、なので逆にね、そう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 、なのでそういう学生さんたちがここに例えば制作していて、先ほどみたいなこうなんかまあいろいろとアドバイスできるようなビジネスパーソンがいて、でなんかこう次のステップを教えてくれるみたいになるのはすごくいいなっていうのを斉藤さんの話を聞いててからまた思うところ。なんかだから1個目の方向構成決まりましたね。なんか有楽町アートビジネス大学みたいなの作っちゃうわけですね、ここに。ああ、そうですね。まあそういう場所ですよね。そういうのすごく欲しい。ここのアブストラクトの2人が教授やりますから、ね、先生も一緒にみたいな。僕は巻き込まれて、ね、でもそういうことですよね。そういうことです。だからもう本当プロジェクトベースというか、なんかアクションベースでものを作っていく、まあ町にインストールする、で町の方もハードウェアとしてそれが許容できるような、あのまあなんですかね、マネジメントをしていけばできると思うので、まあ、新陳代謝をどん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 やっぱり街って本当は、うん、高くしていかなきゃいけないんですけど、そこってこう今までハードウェア的なことを考えていくと、まあ、建物を潰してまた建てるみたいなのって、はい、やっぱ数年かかることを、うん、もう少しこうソフトウェア的に人が、まあ、なんて場所を作っていくというかの部分がちゃんとインストールできれば、僕はそういう大学的な、まあ、もしくは教育機関的な、であとは東京で作ったものをどん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 いろんな地域に実践をするようなことも、まあ、この場所だからこそ僕はできるんじゃないかなと思ってます。いや面白いですね。そして今回のトークテーマが街とアートのシナジーということなんですけど、そうするとここは当然その有楽町という空間で、今ちょっとすでにアイデアが出てきてますが、うん、この空間とかストリートをいかに生かして、まさにさっき斉藤さんがおっしゃったように、アーティストとこうビジネスマンが出会う場所にしていくか、いわゆるセレンディピティと言われますけど、偶発性みたいなものが生まれていくかということが大事になっていくと思うんですけど、そういう空間を生み出す上で何か大事なこと、この有楽町を例えばこういうふうに物理的に空間的にしていけばいいんじゃないかっていうものはお二人何かありますか。斉、うん、藤さんは、僕結構こう活用できてない空間ってたくさんあって、例えば地下駐車場であったり、まあ、これちょっといろいろ法律的になかなか活用できたりできなかったりするんで、地下駐車場ね。でアーティストとしてはもうそんなとこも大好物で、駐車場で何かやらせてくれるんですかとか、もしくは機械室だけど今もう機械は使ってないとか、なんかそういう隙間みたいなところでいろんな表現ができる、まあ、もしくは地下駐車場アート性全然ないですもんね今のところ。全然ないんですけど、アーティストとしてはまあ、要はいわゆるユニークベニューとしてこう普段使えない場所で作品を発表できるようなすごいいい場所だと思うので、なんかそういうことをこう隙間を探していくと、まあ通常だとねこう60平米ないとなんとかとかって思うんだけど、アーティストって全然小さいところでも汚いところでも暗いところでもできるんで。だってほら車僕もだから地下駐車場止めますけど、止める時に何番のとかじゃなくて C23 とかじゃなくて、はいはい、うん、あよくわかんないあのオブジェがあったところでしょみたいな。いいですねいいですね、アメーボっぽいやつ。そうそう、あのタコと雲のなんかがあったところでしょみたいになると全然違いますよね。そういうことを、まあ、インストールできる、許容できる、あとはそれをちゃんとマネージメントできる街になるってことが僕はまだ有楽町でもできるんじゃないかな。そっか、まだ使われてない空間があるんだ。屋上もそうですよ ね。そっか、いっぱいあるんだな。西村さんいかがですか、そういったその空間という意味で、うんうん、そのセレンディティビティ、アートとビジネスの掛け合わせのためにどういう空間作りっていうのを。そうですね、私はなんかまあやっぱりこの街が持つ特性の一つでやっぱビジネスパーソンがいるっていうのはある中で、どうしてもやっぱりそのスクエアの中に入ってしまうんですが、箱って意味ね、はいはい、それを私はアイデアなくてもっと聞きたいんですけど、なんかもっと染み出す感じというか、もちろん仕事のコンフィデンシャルなものはその会議室の中でやらなきゃいけないんですけど、うん、はいはいはい、
なんかそういうこうとにかく壁を取っ払うっていうものが欲しいというふうに染み出す仕掛けが欲しい。そう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 、なんかその染み出したからこそ面白い企画を考えるってところになるかもしれないんですけど、斉藤さんってこの辺ご専門だと思うんですけど、まさに西村さんがおっしゃったような、はい、染み出す空間っていうのは作れるもんなんですか。僕は作れると思いますよね。で、逆に言うと、じゃあなんで守ってるんでしたっけっていう、その何を守ってるんでしたっけって僕は思ってですね、うん、今までって秘密にしてき、要はブラックボックス化してきたから結局イノベーションが起こんなかったって僕は多々あると思うんですよね、うん、はいはい、で本来であればいろんなものを、まあ、IP も含めて権利も含めて一部はオープンにするし、うん、一部は超クローズドにして、そこ自体を、もう少しなんか、まあ、ビジネスとして儲けれるような仕組みっていうのはもうちょっと僕はだから日本企業って開くような仕組みっていうのが必要だと思っていて、うん、でその仕組みから作んないと結局いくらインキュベーションスペースとかこう、まあ、染み出していくようなハードウェアとしての場所を作ったとしても全然染み出てこないんですよね、うん、だからそこの、そうね、認識をパーセプション自体を変えるってところが僕は大事だと思う。まあ、ここはコワーキングスペースですけどの実は、ね、一度借りてるんですけど、コワーキングスペースとかなんちゃらかんちゃらっていうのもみんなそこの空間は素晴らしいんだけど、そこで何かできても染み出さないと広がないですもんね。そうなんです。例えばですけど、に僕日本の家屋が好きなのはあの縁側があって、うん、で実はあの日本の家屋って、まあ、特徴的なのはやっぱり外界と内と外の世界が実は結構、はい、自由に行き来できるわけですよね、うん、あの縁側とか障子がふっと開いたり、ま、庭が見えたりとか、もしかしたらこういう有楽町の空間に、うん、いいですね、例えばアーティストがいるところは縁側みたいなのがあって、うん、いろんな美人物がふっと見れて、うん、あちょっとお茶飲んでいいですかみたいに入れるみたいな、うんうんうん、そういうのがあると染み出していくのかもしれないですね。そうですね。だからそこの場所はなんかこう立場ももしくは企業も一旦こう全部持ってる鎧が取れる瞬間として、いいですね、中間領域として入るっていうのは全然あります、ね、お茶室みたいに刀を必ず置いて入るみたいな、茶室やろうかな、そうそう茶室的な場所で、そう、うん、ここで茶室やってなんか入山後から教授が茶飲んでるぞみたいになるとなんか来そうじゃないですか、うん、斉藤さんとか西村さんでもいいんですけど、うんうん、いいですね。ちょっといろんなアイデアも出てきたところでですね、この有楽町でまさにアートとビジネスが融合するその答えの一つになるかもしれない、その間新有楽町というあの場所があるそうなので、そこを取材してきましたので、こちらの VTR をご覧ください。一番はそのアーティストの営み、もしくはそのアーティストのスタジオとかっていうのは、まあ僕らからすると一番面白い場所で、その作品だけではなくそのアーティストがまあやっているそのプロセスが見えたりだとか、まあ趣味趣向が見えたりだとか、まあそういうようなことがあるんですけど、そういかんせんアーティストはそのまあ面積を必要とするので、みんな郊外にスタジオがあります。で都心にはあの作品がアーティストが作った作品が結構いろいろなところにあると思うんですけども、実際アーティストは都心にはいなくて郊外にいると、まあ、いうことで、その一番面白いところをあの都心に持ってくると、アーティストにとってもその自分がやっていることっていうのを、まあ、紹介していったりだとか、一番大きいのはやっぱ人が来てくれるってことですね。で人に会えると。でアートってその作品だけではなくて、そのアーティストも含んだものとして、まあ、その面白さというか評価されるものなので、その、まあ、自分のスタジオにあの見に来てくださいみたいなことっていうのだと、まあ、郊外に来てくれっていうことになってしまうんですけど、それがあのそれも準備したりだとか、まあ、その一度にたくさんの人を呼ぶことは難しくて、なんですけども、ここはあのある意味何もしなくても人々がその興味を持って、まあ、遊びに来てくれて、それは我々に会いに来るという形なんですよね。でそれでコミュニケーションをすることができたりとか、その面白さのその作品だけじゃない、もうちょっとその余白の部分の面白さっていうのを伝えることができると。なのでまあ一つは我々にとってのそのまあビジネス的な部分っていうのは作品が売れるっていうことだと思うんですけれども、まあ、都心のどこかロケーションのいい場所で展覧会をやって作品を売るっていう形と、まあ、ここで制作途中のものが売れたりだとか、
まだ作ってもいないものが、まあ、次じゃあ僕の作ってよみたいな話が出たりだとか、まあ、そういう意味ではそのアーティスト側にとってはまあ一つの、 その新しい形で の、 そのビジネスのやり方というふうには言えると思うんですけども、まあ、ここそのものがあのいわゆるビジネスとして、まあ、回っているかどうかっていう考え方としては、まあ、ここに協賛いただいたりだとか協力いただくことっていうのがプロフィットではないその価値として、まあ、評価してもらっている部分がありまして、現状そのブラック&デッカーであったりデオルトとか、まあ、そのアメリカの工具メーカーですけども の、 そのディストリビューターの方が道具を支援させてくれというようなことで、まあ、一つお互い の、 あのいい関係ができていたりだとか、でもう一方で三菱地所という、まあ、こういう大きなその大手デベロッパーがあのこういう仕掛け方をするというお手本を、まあ、日本中にこう、まあ、ある意味見せることで他のデベロッパーであったり他の都市ですね、東京以外の都市でも、まあ、似たような現象があの起こったらいいなと思っていて、でそれはあのやっぱり今の基本的価値観ってその街づくりをして賃料を上げてでそれで回していこうという考え方だと思うんですけども、それをやってしまったらその時に街づくりで文化芸術と言いながらも賃料が上がることによってあの文化芸術っていうのはいわゆるその都心にはいることができなくなってしまうと、そういう矛盾があって、でそれに対してあの、まあ、別の価値観を評価してもらうことでアプローチしていくというのがあのもうちょっとその価値観が広がっていくことですよね。それに興味があるし、まあ、そうなってほしいなと、それが東京の特徴になってほしいと思ってます。どうですかお二方、この、 あの話聞いて、こういうアーティストの人たちも今日見させていただいても、もうまあ何ていうんですかね、絵の具がわー散乱してて、はい、それこそ今の時勢を表すような作品があってっていう、でこういうなんか異物が、まあ、いい言い方でぶち込まれているっていうのは、うん、僕はすごいいいことだと思っていてですね、うん、なんかちょうど、まあ、斉藤さんもいろんなあの、はい、街を見ていらっしゃるからあると思うんですけども、私が実は今日のこの、 あの対談に来るときにこういう街だったらいいなと思ったのがパリ で、 でパリの中のどういうところかというと、パリの元々あったチーズ工場のところを、はい、あのまあ、アーティストとあと、まあ、アーティストが制作するのとともに街の方々を呼んで一緒にこうアート制作をすることによって、まあ、例えばこう子供が学童保育に行くような形でアーティストとしてものを作るみたいなことをやってる場所があるんですけども、そういうのが東京とかこの今有楽町丸の内にあってもいいなと思いながら来たら、あもうまさにあったみたいな形でなんかある意味開かれつつある、でそこに、まあ、作品作ってるけどそれが実際なら街の人を巻き込んだりとか子どものためのエデュケーショナルになっていくみたいなところが、ちょっとそのパリでできてるのにと思ったものがちょっと身近にあるなっていうのはすごく、うん、あの嬉しい発見で、結構斉藤さんとしては他の街とかでこういうのがアーティストと街のつながりでいいってところでどういうところをリファレンスとして見られますか。僕が思ってる、まあ、一つはモントリオールで、モントリオール、ね、モントリオールっていうのは、まあ、あのクリエイティブ特区みたいなのがあって、で実はクリエイティブセクターの人たち、まあ、そこに拠点持ってると法人税の軽減とかですね、うん、税制優遇が受けれるみたいなところもあるし、あと僕が好きなのはあの UK のブリストル、そこ BBC の、まあ、ブロードキャストステーションがあるんですけど、うん、まあ、その周りにも僕大好きなあのアートセンターというか、あのイノベーションセンターで、うん、ウォーターシェッドってところがあって、でそこは、まあ、その要は、まあ、BBC があるから、あとはブリストル大学とかそういうのがあるから、じゃあ 5G の実験をしましょうとか VR の実験しましょうなんて比較的早めから来るんですよね、うん、でそういうそのハードウェアもあの整ってるし、うん、でそういうところで、まあ、アーティストもいて、で、まあ、あの UK なんで結構インターナショナルなアーティストの人たちが集まって、いろいろもうこう、まあ、ウォーターシェットっていうぐらいだから昔こう港だったところにバンバンいろんなイベントを起こしていくんですよ、うん、クレーンがダンスしたりゾンビゲームやったりとか、はいはい、でそうすると街の人たちが次はなんだ次はなんだみたいな話になって、どん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 こうそれに対して求めてくるっていうのがあって、ね、わめちゃめちゃいい、でなんかこう、まあ、さっき藤本さんもおっしゃってましたけど、新しい価値観って今ものすごい求められてるじゃないですか。でなんか僕が最近すごく思ってるのは、あの GDP って上がる一方でいいんだっけっていう、はいはい、わかります。まあ、よく僕なんか GDP を下げるっていうプレゼンばっかりしてると、斉藤はなんかこう儲けを考えてないみたいなこと言われるんですけど、はいはい、
で今って社会に対して、まあ、さっき藤本さんもおっしゃってたみたいにそのメーカーがというか企業がいい社会に対して何らかしらをやろうとしている人をサポートすることが実はブランディングとして、うん、もしくはまあ最終的に投資価値としても高くなっていくっていう僕は時代になったので、有楽町の中でこういう実例があのしっかりとこうインストールされ始めているというか、うん、もう、多分 POC も1回回ったぐらいのあのものがまだまだ存在し続けてるっていうのは僕は大事だし、これからもやっぱこういう取り組みをどんどん進めてほしいですね。ちょうどあれですね、先ほどもね我々見た時に先ほど斉藤さんがアーティストっていうのは実はビジネスパーソン以上にあの世界の変化に対して一番最初に動くんだって言ってて、我々一回見たらちょうどね今あの、まあ、ウクライナとロシアがあんな感じになってるんでノーウォーっていうね、多分あれ今ここにいらっしゃるアーティストの方が描いたやつですね、うん、絵でねウクライナとロシアの国旗を使いながらもうまあ、戦争反対というメッセージだと思うんですけど、それの作品が普通に掲げられてて、うん、あんな今まで東京に一箇所ないですもんね、あんなもの、ね、ないと思いますね、うん、ああいうことが普通に組み込まれていくっていうことですよね。僕は有楽町で、まあ、アーティストがいることによってもさっきの西村さんの話じゃないですけど、アーティストを持ってくるとなんていうんですかね、違うエンジンが回り始めるんですよね、うん、でそれって社会をもっと見ようよエンジンなのか、もっと敏感にいろんなことを感じようよエンジンなのか、自分たちって新しい価値観ってこれもありなんじゃないかっていう、その、うん、なんて軍としてではなくて個人の集まりとしてこうあのアーティストってものを見る僕は傾向があると思うので、そういうものがこの街の中にインストールされると多分企業さんのこう成長っていう何ていうんですかね、一個の定義とか概念が少し僕はまあ例えばですけど成長って変わっていくんじゃないかなと思いますよね。いやでもまさにあの今日ね先ほどからそのアートとデザインの違いはアートは問題提起なんだって言ってて、アーティストとかが入ってくるとそういう世界もあるんじゃないですかっていう問題提起が出てくるっていう、だから有楽町が問題提起の街になっていくっていう、めっちゃいいですね。おっしゃる通りですね。西村さんどうですか、うん、デジタルアーティストとかは NFT っていう世界の中で自分の作品と、ね、先ほど藤本さんがおっしゃってた作品作りながらそのコミュニティとあのちゃんとネットワークを結ぶことによってファンを作って、はい、まあ、NFT ってまさにねごめんなさいね、ブロックチェーン技術で、ね、まさに自立分散でいろんな人が取引できる技術ですね、うん、だから今アーティストの若いアーティストなんかが作品が売れるんじゃないかみたいなことで今注目されてるってことですよね。ごめんなさい、ありがとうございます、はい、いやそういう動きはもうすでに起きてる中で、はい、まあ、日本の NFT アーティストも出てきてる中でまだリアルのところでそういうのをこう落とし込めてないときに、うん、先ほどの問題提起みたいなところであの What if なんかちゃんとリアルライフでもそのなんかこう NFT で正解しているようなアートとその分散型ってところ成り立つんではないかみたいなことを有楽町がやるの面白いなと思いながら普通に聞いてたりとかしていましたと、うん、で あとやっぱり先ほどのごめんなさい藤本さんの話がすごく印象的だったのがやっぱ作品を買うときとかってやっぱ物だけじゃなくてそのまあモネって高いよねっていうその価値観じゃもうなくなってるじゃないですか、その何億円払ったからいいじゃなくて自分がこの人が好きだから買うだってそのちゃんと自分の中の why とか理由がちゃんとなければいけないときに、はい、やっぱアーティストの声を聞くっていうのはすごく最初のステップで、うん、なんかアブストラクトで、またアブストラクトでなんかこうぐちゃっとしてるけどどうしても心に響いた、でそれって十分な買う理由なんですけども、そういう経験をどんどん積み重ねていくことによって自分って何が好きなのかとかどんどん自分の人格ができていくと思うときにやっぱアーティストの作品に触れてそれが自分がどこが響いたのかってところを、うん、一部のコレクターじゃなくて一人一人の社会人がやるべきだと思ったときに、うん、なんかその先ほどの仕組みみたいな形でそのアーティストが作ったものでそこで響いて買うみたいな行為をだからそれもシンクタンクじゃなくてアクトタンクみたいな感じですけどもやる行為がここから起きてくることによってまあ本当にこうチープな言い方かもしれないですけど私はこの街に来るのが楽しくなると思うし、うん、まあ人を呼びたくなるしでここ人を来てみんなで遊びたくなるみたいなところになるのが未来の有楽町だといいなというふうに思いますね、うん、楽しいがあるなんかちょっと見えてきましたね。アーティストがいろんな活動をしてそこでまあ NFT とか使っていろんな形で買うことで自分って何が本質的に好きなんだっけみたいなことに気づいていくとあれ世の中の在り方ってこんなんじゃなくてもよくないみたいなことを自律的にやる人が出てきてなんか全員が同じことを言うわけじゃなくて有楽町に来るといや世の中こうなんじゃねっていうことをビジネスパーソンとアーティストがみんな やってるみたいな、うん、でそこに人が集まってくるっていう、うん、で斉藤さんと私違ってもいいんですよ。私はこれが好きであ斉藤さんそういうの好きなんだ面白いみたいな形の、うん、なんか全部がアグリしなくてもいいと思うんですけどなんかそのこういろんな意見で価値観を知るみたいな場所になってくるのが、うん、
もっともっと増えるといいな、今日も楽しいじゃないですか、今日この楽しいものがもっともっと他の人も交えてできるみたいなのがあるといいなって、うん、なんか今までって合意形成を KPI にしてたところがあって、そう、ね、でみんなで同じ意見を言おうみたいな、だからみんな別々でいいんですよね、うん、考え方も価値観も、うん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 、でそれが本当は多様性ってものなのに、そうですね、多様性ってものを作ろうとして合意形成をしているってこと自体が多様じゃないんですよ本当は。おっしゃる通りですね、うん、いやおっしゃる通りです。だからあのここに僕はあのいてほしいなと思うのは、いろんなアーティストの人たちが、まあ、もしくはアーティスト脳を持っている人たちが、それはビジネスパーソンでも、ものを書く人でもデザインする人でも誰でもいいと思うんですけど、うん、そういう人たちが自分の価値観をちゃんと発表できるような場所をやっぱり作ってあげるっていうのが僕はすごい大事だなとは思います、うん、いやでもそれビジネスで今一番足りてないことなんで、うん、ビジネスでもあの本当にまさに本当におっしゃる通りで、ダイバーシティみたいな話は するんですけど、ダイバーシティ僕最大のポイントは、ね、自分自身が一人一人の意思を持っていることだと思うんですよ、うん、だって多様って考えとか価値観とか意見が多様ってことなわけで、でだからそうすると、ただ日本って今まであの残念ながら そういう仕組みじゃなかったんで、皆さん自分は何が好きなんだっけ、どう思ってんだっけ、何を愛してんだっけみたいなことを発揮できる社会に特に会社がなってなかったんですよね、うん、だけど逆に言うと、そこにアーティストとビジネスをやる人がうまく共生すると、お互い違っていいんだよってなると、うん、多分いろいろビジネスの方にも相当いいことが出てきますよね。うん、僕はすごいあのお互いに刺激し合うんじゃないのかなと思って、あのよく、まあ、BID みたいなビジネスインキュベーションディストリクトみたいな、はいはい、でまあ、よくあの言われて、多分日本のあのいろんな人たちが、例えばニューヨークのブライアントパークみたいなめちゃめちゃ視察行ったと思うんですけど、うん、あそこって公園の価値が高くなると周りの家賃も上がりましたよっていう、まあ、お互いウィンウィンで、その価値が上がって儲かった人たちが公園に対してドネーションをしてっていう、うん、まあ、そのサーキュラー的なものが回るんですけど、僕はなんかこの有楽町丸の内エリアでそういうエコサークルみたいのが回るような、まあ、これ経済的なエコサークルと、うん、あとはまあ熱量とかその思想的な哲学的なエコサークルが回るような、はい、これはまあビジネスって呼ぶ場合と、単純にこう世の中をこう変えていくような社会の仕組み取り組みっていうのも、なんかまあでもまあビジネスとも呼べるようなものがここから僕生まれてくるんじゃないかなと思いますよね。いや、なんかだんだん本当になんか可能性が見えてきたなと思ってます、うん、じゃあ最後のトークテーマなんですが、この有楽町でそこでなんか新しいビジネスみたいなものが生まれるとしたら、どんなものが生まれるんじゃないかとか、生まれてほしいなっていうのは何かありますか、うん、新しいビジネス、西村さんいかがですか。そうですね、ちょっと私もこのエリアで今そのエコロジカルアーティストと一緒に新しい街づくりをするっていうところ、このエリアでちょっとやり始めてるところある中で、はい、そのこの今まではもちろんそのビジネスとしてやっていくんですけども、やっぱそのこう私たちって地球上に生きてるの で地球上に生きてて、どうしたらそのまあ地球にとって優しいとか人にとって優しい街ビルができるんだろうってところを今考えさせてもらっている中で、ちなみにすみません、僕あの恥ずかしながらエコロジカルアーティストっていう言葉すら初めて聞いたんですけど、それはその環境意識を訴えるようなアート活動をやる方っていう、そういうことですか。そうです、そうです。環境も意識しながらも、それをこう、まあ、作品として、はい、作品ってそのフィジカルなものもあれば、ものを作るじゃなくて社会自体を形成していくみたいなところ の活動しているのが、私のこの一緒にやってるエコロジカルアーティストなんですけども、うん、やっぱその環境意識しながらどうしたらこう組織自体が変わっていくのかとか、街自体変わっていくのかとか。なるほどね。だから環境問題考えろって言っても、社長が口で言ってもピンとこないけど、そこにこういうもんだよっていうアート作品があると、はって気づかされて、あ、地球のこと考えたらここはどうすればいいんだろうみたいな人が考えるようになるっていう、ちょっとそういう子ったら、そういう仕掛けをもう受け入れてくれている場所がここでありっていうところがあると、うん、入山先生の今質問であった、どういうビジネスが生まれてくるのかって、もう新しいビジネスがアーティストと一緒に組んででき始めているっていうのは十分な可能性で、それをこうリファレンスとして新しいこうビジネスヒントを得る人たちが増えてくるのがここにある。なるほど、ライナーみたいな形で思いながら、はい、例えばですよ、例えば今世界で僕の理解は、一個の課題は世界中のサンゴが白化してきていると、環境問題と気候変動の問題で、だから例えばですよ、白化しているサンゴのオブジェみたいなの、まあ、いい例かどうか分かりませんけど、そういうのをバーンって置いてあげると、いいですね、うん、なんかみんな気づくことがあるかもしれないとか、うん、例えばそういうことなわけです。そうです。で、まさに有楽町ってもともと海で浅瀬だったんですよ。江戸の前とか、そう考えると実は私たちにすごく海って関係あってっていうところから、うん、例えばサンゴが置いてあったとしても、いきなり置いてあるんじゃなくて、実はここの場所ってそういうもともと海だったから、うん、考えるに値する場所なんだよねってところから入っていくと、
例えばそこのテナントの人たちもなんか私たちビルに住んでると思ってるけど実はここ海だったんだってことを例えばそのオブジェを知ることによって考え、ね、だったら自社だったらそういうこと何ができるんだろうってところで全く遠くにお題があるんじゃなくてその問題提起が結構身近にあるみたいな。だって私たち何でしょうねこう、まあ、もちろん今はビルの中にいるけどでも地球の上に立ってるって前提があったりとか実はこう野生の鳥も飛んだりするときになんでここにストップバイしてくれないんだっけっていうことを考えると止まってくれてもいいわけじゃないですか、うん、なら止まるためにどうしたらいいのか。渡り鳥が来る街、ま、有楽町みたいな。そうでもそれってなんかあの全然可能性はあるので斉藤さんいかがですか。なんかアーティストとビジネスと渡り鳥がやってくるっていう、そう渡り鳥もそう大変な街になりそうなんですけど。そうですよね。テントウムシもやってくる。あの、まあ、何をもってビジネスなのかっていうところはもちろんあるんですけどよくあのビジネスのインキュベーション文脈で0110みたいな話がありました、はいはい、要は0から1を生む人と1から10にスケールさせる人って言ったら、うん、今までって有楽町ってどちらかっていうと1を10にしてきた考え方なんですけど何だったら0から10まで作れる場所がこの場所に、うんまあ、有楽町って場所になるのかな。要は01もできるし110もできるっていう。で今世の中的に僕は圧倒的に日本の中ってやっぱプロデューサーが足りないなと思っていて、でプロデューサーが足りないっていうのはこのアーティストの分野もそうだしもしくはビジネスの分野でも僕はそうだと思っていて、社会はこういうことを言っている、まあ、こういうことを求めている新しい価値観ってこうで、で、その製造する人たちはこうで消費者はこう言って、うん、で法律はこう言ってるっていうのを全体的に俯瞰してまとめて何だったら自分でそれを企画して制作までしてマーケットアウトするっていうことができる人って本当は昔たくさんいたじゃないですか。そうですね。ものづくりをして、はいまあ、エジソンがニュージャージーで作ってそれをマンハッタンに持ってきて売ったみたいな、うんうん、確かに。だけどそういう人たちがもう超分業でいなくなったと思うんですよね、うんうん、でそれはそれでまあいいことが、うん、あのもちろんたくさんあったしビジネスはスケールしやすかったと思うんですけど、ここの町で1を10にできる人も0も1もできる人がミックスになって何だったらもうちょっと突然変異で0を10にできる人が僕はこの町に生まれるっていうのは大きなビジネス、まあ、オポチュニティなんじゃないかなと。で、まあ、その人それぞれの価値観でってなると、例えばいや僕はこの有楽町で野菜を作りたいんですと言ったら、うんまあ、大体こう今までっていやいやそんな無理だからってから始まるのに、じゃあどうやったらできるか一回考えてみようと、いや実はこうこうこうっていうのが、いや屋上が余っててんたらんたらみたいなことを、僕はそれ自体が僕はビジネスになるんじゃないかなと思って、めっちゃ面白い。で まずはその1周目のまあいわゆる POC というか実装をやってゼロをもう何とかして1に街もバックアップしながらやっていくっていう街が、まあ、ここでビジネスというよりはその種を持って全国でスケールするのか、もしくはまあその GDP が上がらないけどいろんなトランザクションが起きるような何らかしらのサービスになるってことは僕は大いにあるんじゃないかなと。そっか、プロデューサーが足りてないっていうのはすごい大事なポイントですよね。だってアートだってプロデューサーがいないから価値が出るわけで、ここにいろんな人がぐちゃっと集まってそれをこう、あこれとこれとこれ、この人がこういうこと言ってるから、うん、じゃあこっちに機会与えてあげようみたいな人がこの有楽町にいるのが大事だっていう、うん、そうですね。そこが多分全ての源泉なんじゃないかなと思って、どっかでやっぱつまずくんですよね、うん、いくらいい企画をしても制作のところでつまずくとか広告でつまずくとか。そうですね。だからその0から10まで走り切れる人で、走り切れるイメージがついた中でじゃあ5、6はお願いしたいとか1、3はお願いしたいみたいなことをできる人たち、ねうん、かプロデューサー同士がちゃんと相談できる場所みたいなね、これどうしようみたいな感じのこう、アットだってね、あのビジネスだって例えば韓国とかはね JY パックみたいなのがいるから、そうです ね、うん、ちゃんとああいうのがあの出てくるわけで、うん、大事ですよね。大事だと思います。そうか、どうすればこのプロデューサーっていうのは育っていくんですかね。僕が思ってるのは、最近僕アーティストがあのいわゆるホワイトキューブからどんどん外に出始めてるじゃないですか、うん、この下もそうですけど、うん、でそれってやっぱりアーティストって社会の風を受けてないとなかなか作品がこう、まあ、問題提起がなかなかできないっていうところは僕はあると思うので、実はねアーティスト脳を持つっていう、アーティストシンキングを持つと実はそのプロデューサーになる1個目の階段を僕は登るんじゃないかなと思ってるんですね。なるほど。逆にそこがないと、要は自分の見方はこうですと、自分の哲学はこうですと、であの人は諸説ありだけど僕は信じなくて僕はこういう道を行きたいんですっていう、まあ確固たる哲学を持っている人が
最終的にやっぱプロデューサーに僕はなるべきだと思っているので、うん、まあ、もしくはなれる能力、まあ、その精神的なもしくは思想的な強さが持っていると思うので、そういう人が、まあ、そのアーティストが出てくる場合もあるし、アーティストシンキングになっちゃったビジネスパーソンから出てくるっていうのが、うん、もしかしたらこの街に期待したいことなのかなと思いました。いいですね。西村さんいかがですか、うん、もうご自身プロデューサーですよね。そうですね、まあ、でまさにそのアートのを持つってところはもうあのおっしゃる通りなので斉藤さんのままだなと思いながら聞いてるんですけど、あともう少し私たち自分が好きって思うものになんかこう素直になっていいんじゃないかなと思ってて、ビジネスマンだろうが何だろうが、なんかそれで自分が好きなものなんだろうって突き詰めた時に、やっぱ好きなものってどんなに誰かから言われても、いや私はもうカレーが好きだからカレーのためだって生きていけるみたいな形で突き貫けるじゃないですか、はいはい、なのでなんかやっぱり自分が本当に好きじゃないものやってるから、なんかその複雑なものを結びつけたりとかできないのかもしれないので、自分が何が好きかっていうものをちゃんとこう自分の心に素直になるっていうのもすごく大事で、うん、でもそれってイコールは素直アート思考的な、ね、そうやっぱり自分が何が好きなのかって why を持っているところだと思うんで、なんかそのまず自分が好きなのは何かってところに素直になる、でその時に自分でこう自分探してても自分なんてないから、その時にやっぱりそのアーティストの作品に触れるとか、なんでこの作品に自分が好きなんだろうってところからどんどん外からやっぱり自分を見つめるみたいな形でやっていくのがいいのかなと思うと、もう今起きているようなその1階であるようなそのアートに触れるとかいうところも自分 の、 あの愛とかホワイってなんだろうってところの視点にもなるし、そういうところから始まっていくんじゃないかな、いいプロデューサーとか出るとっていうふうに思います。いやめちゃめちゃ面白いですね。いや僕ね今日話聞いただけでもやることいっぱいあるなと思って、ここでまず大学作んないといけないでしょ、ね、アーティストとビジネスパーソンの、うん、それからお茶室やらないといけないでしょ、お茶室やって染み出す空間作らないといけないでしょ、あと渡り鳥呼んでこないといけないでしょ、で最後プロデューサーをね、アート志向のあるビジネスものできる、ね、そういうのをここ丸の内いっぱいいるんでビジネスマン、うん、連れてきてそういうプロデューサーをいっぱい作るっていう、うん、いやー有楽町やることいっぱいありますね。あります、うん、いや今日僕も二方の話を聞いて改めてこの有楽町っていうところでまさにもうすでに動いてるってことですね。ビジネスとアーティストが、うん、アートじゃなくてアーティストが来てくれて、ここで融合することで何か染み出していってっていうことですよね。でそれでもしかしたらいろんな人がちょっとアートシンキングになることでプロデューサーが出てきて、そうすると世界が変わっていくと。そして何より今日やっぱお二方の話聞いてると、アートというのは問題提起なんだと、みんな一人一人価値観や考えは、いや好きだっていうものは違ってよくて、うん、でも違うからこそ本当に自分が好きなものに夢中になるからいろんな人たちを巻き込める、うん、でこれって今までの日本のビジネスのある意味真逆ですよね。でもこれが求められている時代なので、だからこそ有楽町をこの問題提起の街にするっていう、うんね、ことが今日すごくよく分かったな、うん、分かったというか、まあ、そういうことあれ僕から見るとまずはそういうことが、ね、ワクワクしますよね、うん、はい、なんで僕はとりあえずまずあのお茶屋を下であの茶室を下で作ろうと染み出すようになんで、はい、あのね、西村さんはぜひ渡り鳥を連れてきてください。了解です、頑張っていきます。僕は大学ですかね。いいですね。3人タスクにしましたよ。大学お茶室渡り鳥、はい、了解です、はい、というわけで、はい、3人の、ね、やるミッションも決まったということで、あのこちらの放送の第2回はこれでおしまいにしたいと思います。というわけでお二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんもありがとうございました。さようなら。もっとこうスケールの小さいもの、まあ、例えば飲食店でも普通だとじゃあ20席みたいになるものを、はいはいはい、もう5席っていうものにトライできるようなものが たくさん集まっている場所だとか、イノベーションの現場みたいなことが今もう街とかその住まいとかそういうところにあるので、そこを切り離して閉じた部屋の中で話すんじゃなくて、今話したようなことが実現できると街ってこうなっちゃうんだよっていうことまで全部オープンにエグジビションにする。中の閉じたところでいろいろやってもそこに行った人しかわからないっていうのがあるので、やっぱり街の外、まあ、そういうオープンスペースで何ができるかでちょっとぶっ飛んだことをやるみたいな。そうね、だから有楽町はもう常時フェス、僕はチャーハン屋をやります。前回なんかお茶をやるって言った気がするんだけど